JLC の YouTube をご覧の皆様、こんにちは。寺田知恵です。今回は荒波を戦ったあのレースを私なりに解説していきたいと思います。ということで2回目のレースはこちらです。続いては第20回のレディースチャンピオンです。空中戦がもうバタ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 って動いてます。ちゃんとできるのぐらいの感じは吹いてたと思います。なんせ風が吹いててスタートも全然分かんなかったんで、この時に行く前に多分運のゆかりちゃんが、寺さんちょっと早めのフルダッシュで目つぶりなみたいな感じ言われたのを覚えてます。ゆかりちゃんとか私とかそうなんですけど、こう事細かな指示ないんですよ。なんか気持ちの雰囲気でしか伝えないのに産湯に浸かった地で大きな思い出作ります。寺田、そしてアウトには昨日のひな祭り池田家には盆と正月がいっぺんに来ました。今二子といえばザタッチマナカナ、そして池田姉妹。これ角からいきます。4コースの角、1号艇が山川選手です。これもどうですかこの瞬間。思いっきり行くしかないと思って行ってるので、まあ、スタートはいけたんですけど、なんていうんですか、なんせ直線も、山川さんも今かぶってなかったですけど、直線もかぶれるような状態ではなかったので、はあ、でこれあの池田、明美さんが内側ね飛び込んできまして、これ兄弟で乗ってたんですよね。はい、ひろみさん5号艇で明美さんが6号艇です。そう乗ってて、もうなんかとりあえず必死でタンマークを回ったっていう感じですかね。これここからがすごいんですよ。もうここになったらあとはもうなんていうんですか、やけくそですよね。この感じでもうかぶってますもんね。かぶってる、すごいこれですよ。まあ比較的あのまあ自分に暗示かけてるんですけど、波は乗れるっていう風に暗示かけて乗っているタイプなので、波は苦手ではないんですけど、本当は強いって思ってないんですけど、なんか気持ちというか、まあ強いと思って走ってました。だけどやっぱりちょっと安定板もついて安全に走ってる中、やっぱ一マークちょっと接触してしまったので、なんかちょっと自分的にはやったっていう感じではなかったですけど、はい、もう必死だったっていう言葉だけですかね。ここまでそのレバーで待ってるイメージ。いやもうここはね、もうスタート行ったんだよ、わーって感じです。行ったのは、いやでもこれ何回見てもこれ4停身ぐらいは離れてますよ。4、5停身これで意外とやっぱ前で自分がヒットで走ってる時の方が絶対レバーって落とすんですよ。全部見えるじゃないですか、引きなので。はいはいはい。だけど後ろになると今度はこのなんていうんですかね、まあ後ろの人とかの兼ね合いもあるから意外と握れるんですよね、この後ろの方が。あのね、これ接触しそうになりますね。タンマークに向かってハンドル入れてったんですけど、ちょっとやっぱり山川さんもこうちょっとも漏れてるような感じで、もう戻ってこられて、あーっと思って、なんか早指しみたいになってしまって、これで、あもうダメだと思って落として、あここで一回ダメだとは思ったんですけど、いや僕ね、あのここにあの寺田さんのレースのスタイルが見えるんですけど、ここでこれいわゆるすごくあの激しく接触するのを避けてますよね。そうですね、やっぱそれ以上当たると事故に
なる、うん、まあそこも本当に接触しちゃ本当はボートってダメなスポーツというか当てるものではないので、本当今村豊さんとかもスペースすごく綺麗でしたし、あのボート当てるもんじゃないって言って教えてもらってたので、なるべくと思ったんですけど自分が当てちゃってで危ないと思ったんでもう落とすしかなくて、でもその後やっぱりどうしても外側に行くと外の方の波の方が強いので、やっぱり山川さんもかぶれずに、私とかはそのまま内側だったんでもうかぶっていっちゃったんですけど、うん、優勝シーン数々あって、まあ、今日撮影現在で、寺田さんは優勝回数通算で71回なんですけど、僕の記憶ですけど手を離してガッツポーズってあんまり記憶にないんですよね。あのね、いつかやりたいと思ってたんですけど結局できなくて、なんか やればよかったと思いました、うん、後からね。やっぱりそうなんだ。後からなんかかっこいいじゃないですか、みんなガーとか言ってやればよかったかなと。でもここはもうなんかなんか本当なのかなみたいな感じだったんで、もうガッツポーズのような余裕はなかったですね。改めてどういうお気持ちか聞いてみたいと思います。そうですね、今はまだ実感がちょっと湧かないですけど、まあやっと慣れたなと思いました。長かったですか？そうですね、いろんなプレッシャーがすごく重たかったです。今後でもますます期待は高まると思いますよ。そうですね、あの期待に応えるように頑張りたいと思います。子供にも寂しい思いもさせているので、その分やっぱり一生懸命仕事ではいつも頑張ろうと思ってます。お子さんにも今メッセージがありましたが、まあ、ご家族にメッセージここでするとするならどんな言葉をかけたいですか？お父さんお母さんやったよ。これまで影響を受けた先輩、まあ、これ後輩も含めて選手っていうのはたくさんお見えになるでしょ？そうですね、最初の頃にとてもレースのさばきがこうまくて、田辺さんのレースがすごく好きでレースずっと見てて教えてもらうこととかがあったんですけど、一番下から始めるものもいれば、あのエンジンのこのキャビテーションプレートぐらいから始める人間もおると、でお前はすごい少し上のところから始めるんだから、これに甘んじずに努力すればもっと上に行けるからっていうのを本当出てきてすぐにおっしゃっていただいて、なんか本当にレースが好きで見てた選手だったので、あそうだなと思って、そうエンジンもよく出てましたし軽かったので、それにやっぱ甘んじずに頑張れよって多分言ってくれたんだと思うんですけど、それを、うん、すごい覚えてます。この間も思い出したんですよね。ファンの人はレースだけじゃなくてそのレーサーの人間性まで感じてるっていうのがすごくこう思うんですよね。ファンはなぜか選手の人間性を感じ取ってるっていうね、うん、そうなんですかね。はい、プラケン買うだけじゃなくて社会生活の中の励みになってるっていうかな。そうですね、最近になってすごく若いファンの子ができて、なんかその今頃になってすごいそんな子供みたいなファンの子ができると思わなくて、たらなんかそのすごい最後まで諦めない感じを見て自分も仕事頑張りますみたいなファンレターもらったら、あマジかちょっと諦めずに走っとかないとダメだなと逆にこっちが本当に励まされてます。次回は2010年のあのレースについて徹底的に語りたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価をして待っててください。